ひと夏の経験。はい、山口百恵です。山口百恵さん、あ、違いますか？ちょっと違うかもしれないけど、いやでもね、雰囲気、武部はお仕事したことある？俺仕事始めてすぐヒットスタジオとかでよく一緒になりましたよ。どうですか？ちょっと違いますか？まあでもいいんじゃない？いいんじゃない？わかんないよそれはな。ちょっと歌う前なんだから持ち上げてくださいよ。そうだね、そうだな、テンション上がる。百恵ちゃんだよ。でもね、はい、ちょっと一生懸命にしてきました。はいはい、いきますか。じゃあ頑張ります。満を持しての百恵ちゃんです。もうやっぱりさ、キラリちゃんからのさ、うん、差が激しいよね。そんなことないよ、大丈夫だよ。だってここは昭和アイドルコーナーだもん。そうです、はい、いきますよ。じゃあ百恵ちゃんで、ひと夏の経験いきましょう。女の子の一番大切なものをあげるわ。小さな胸の奥にしまった大切なものをあげるわ。愛する人に捧げるため、女の子の一番大切なものをあげるわ。綺麗な涙色に輝く大切なものをあげるわ。よかったですね。よかったですか？よかった、よかった。じゃあもう私はこれで心置きなく。何よ、どこ行くの、大丈夫？よかったですよ、ええ、もうなんか昭和アイドルが完全に定着してきたもんね、はい、いや緊張した。もう誰もいないって何なのこれ、メンバー。本当だよな、誰も。どこ行ったの、みんな。もう寂しくて仕方がないんだけど。おお、坂崎。あれ、また来たぞ。坂崎、お前坂崎じゃんかよ。お坂崎元気か。